竹花線は岐阜県橋間郡笠松町の笠松駅から岐阜県橋間市の江平駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線である。橋間線や各務原線とともに名鉄では数少ない愛知県を全く通過しない路線である。竹花線、橋間線を走る列車も名古屋本線の名鉄岐阜駅へ直通する列車を含めて運転区間が全て岐阜県内のみで完結し、 愛知県に乗り入れない。運賃計算区分は C。全駅でマナコなどの交通系 IC カード全国相互利用サービス対応カードの利用ができる。なお、鉄道要欄による起点は笠松駅だが列車運行及び旅客案内列車番号の設定においては、駅来駅から笠松駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。本記事では、 かつて西笠松駅大須駅間を運営していた竹花鉄道についても述べる。橋島線と一体的に運行されている。原則として笠松駅から新羽島駅間のみの列車が15分間隔で運行されているが毎日朝晩や平日の夕方には名鉄岐阜駅発着の列車があり平日夕方は笠松駅から新羽島駅間の列車と交互に半数の列車が 名鉄岐阜駅発着で運行されている。名鉄岐阜駅発着列車は、名鉄岐阜駅笠松駅間の名古屋本線を、急行として、竹花線、橋間線内は普通列車として運行される。2001年9月30日までは、新岐阜駅から新橋間駅間に、竹花線内も、急行として運転する列車が設定されていたが、翌10月1日の改正で全列車が線内の、 各駅に停車するようになった。列車は朝ラッシュに4両編成がある他は、基本的に2両編成である。車両がワンマン運転。ほぼすべての列車が新橋間駅まで直通するが、笠松、岐阜方面からの橋間市役所前駅発着の列車も一部で設定されている。全線単線であるため、途中、交換可能駅である、西笠松駅、南宿駅、 橋し市役所前駅で列車の行き違いを行っている。すべての交換可能駅を使っているため、これ以上運転間隔を短くすることはできない。交換可能駅である西笠松駅と南宿駅には分岐器にスプリングポイントが導入されており、列車の進行方向と進入できる番線が左側通行で固定されている。そのため、 過去に存在した急行列車の駅通過時においては、駅通過時に左側が分岐側となる場合は分岐器の速度制限を受けてしまうため、低速での駅通過を行っていた。線内の一部に建築限界を支障する区間があるため、7000系の入線が規制されていた。座席指定制の列車は開業以来、今日まで設定されたことはないが、 1991年6月23日に、竹花線開業70周年の記念列車で一度だけ8800系が入線したことがある。竹花線、橋間線の駅は、笠松駅と橋間市役所前駅を除き、無人駅である。2011年のダイヤ改正で、朝、昼の列車は、名鉄岐阜駅への直通が取りやめられ、この時間帯はすべて、 笠松駅で折り返しとなった。名古屋本線とは、笠松駅で路線の接続がなされているが、直通列車は、路線の構造上、岐阜駅方面との直通のみが可能で、名古屋駅方面への直通はできない。竹花線及び、橋間線のダイヤは、ネットダイヤと言われるダイヤとなっており、各駅の時刻表には、毎時間とも同一の分数が記載される。 時刻の設定がなされることが多い。現在の竹花線沿線は、岐阜市への道路のほかは水運しかなく、美濃電気軌道が笠松線の布設を決定した際、竹ヶ花町とその近隣の住民とが竹ヶ花への延長を美濃電に要望したが聞き入れられなかったという。笠松線開通により現在の竹花線沿線でも、布設の機運が高まり、 竹ヶ花町の小宮山義太郎他の有志で竹花鉄道が設立された。開業当初は営業成績が低調だったものの次第に好転した。駅は乗客以外にも地元客のサロンのように使われたという。なお、竹花鉄道は買収も含めバス事業にも進出したが、後に参加のスノマタ自動車に譲渡し、合併を経て岐阜乗り合い自動車となった。 2001年10月1日に、エギラ駅大津駅間が廃止となり、バス路線へ転換された。路線廃止に伴い廃止された駅は、牧野駅、長間駅、中区駅、篠江枝駅、八神駅、大津駅の6駅である。この区間は廃止直前の時点では、全線単線で列車交換設備がなかった。そのため、エギラ駅大津駅間が一閉塞として同時に 編成しか入選できなかった。入選した一編成による、橋し市役所前駅大須駅間の往復運用を基本とした路線となっており、運行本数も、毎時2本と毎時4本が確保された笠松駅えぎら駅間の半数と少なかった。ホーム油校長は全駅ともに両分しかなかった。しかし、 一部の時間帯に設定のあった岐阜方面との直通列車においては4両編成で入線することがあり、その場合は後ろ2両を締め切りして対応を行っていた。非貫通式の2両編成と2両編成の組み合わせによる4両編成が入線する場合もあったが、その場合も後ろ2両の扉は締め切りして運行していたため実質的に後ろ2両は利用ができなくなっていた。なお、 終点駅である、大須駅も他の駅と同様に2両編成まで対応のホームしか有していなかったが、悲貫通式の2両編成と2両編成の組み合わせによる4両編成が入線した場合でも、岐阜より2両目の最後尾の扉がギリギリホームへ接することができたことから、その扉のみを利用した乗車を行っていた。部分廃止後は、江平駅が文系駅ではなくなり、 橋し市役所前駅新橋し駅間で一閉塞となった。エギラ駅の信号機は部分廃止後もしばらく継続して使用されていたが、エギラ駅橋し市役所前駅間の高架化の工事に伴い部分廃止当時のエギラ駅が解体された際に撤去され、現在のエギラ駅が新設された際に信号機の設置はなされなかった。また、はし線の開業から2001年9月30日まで、 行われていたエギラ駅の特別通貨も取りやめられ、すべての列車がエギラ駅に停車するようになった。全駅岐阜県に所在。普通列車のみ運行。全列車各駅に停車。2001年に廃止された市の枝駅の後他に、反抗生、ボギー電動車を注文していたが完成した時には、名鉄に買収されておりも770型となった。ありがとうございます。